た、森ちゃん。あれ、え、あ、おお、すごい。皆さんこんにちは、伊藤か元気です。今回はですね、多分ね 3,4 分くらいの短い動画になるかもしれないんですけど、ちょうどね今の季節面白い実験やってみたいなと思いましたので、カメラを回しております。綺麗ですよね、こちら桜。桜の季節が今年もやってまいりました。僕がね小さい頃、小学校のね教科書で読んだ時に、この桜の綺麗なピンク色の花の色っていうのは樹木全体から出てきているんだよっていうねお話を読みました。草木染めっていうのがあるんですけど、桜の木のね皮とか枝とかを煮詰めてピンク色の色素が出てくるらしいんですよ。つまりピンク色の花をつけるということは、幹全体でピンク色のね状態を作っていると。いつかはねこの木を煮詰めるだけでピンク色が出てくるのかね、やってみたいなと思いまして、桜の枝手に入りましたので今日実験してみようと思います。ということでね、やってみようと思うんですけど、お花ってすごいカラフルですごい色がありますよね。だけど実は花の色の元になるもの、それはねたった3種類なんです。その3種類の色素が組み合わさってあんなに綺麗な色が作られているということなんです。3種類のうち1つ目はですね、フラボンというね色素です。白い花にねうっすら黄色とか入っているお花あると思うんですけど、あれがねフラボンです。2つ目はですね、濃い黄色とかオレンジ色の元になっているものですね、カロテンと呼ばれるものです。カロテンはね別名ねカロチンって言ってベータカロチンとかありますけど、黄色とかねオレンジ色の花の元になっているのはカロテンと呼ばれるものです。そしてね3つ目が実験でもよく使われます、アントシアニンと呼ばれるものです。アントシアニン、こちら用意しました。これはこうやって溶かすと紫色ですね。紫色の色素がアントシアニンと呼ばれるものです。朝顔とか有名なところだとアジサイですね。紫色とか青色の色の元になっている色素です。これねほんの少ししか入ってないんですけど、1万円とか2万円とかして高級な色素なんですけど、アントシアニン3つ用意しました。ここにお酢入れてみましょうか。1つお酢を入れます。そうすると鮮やかなねピンク色になりました。あとは重曹を入れてみましょうか。はい、青色になりました。ということでね、アルカリ性の重曹で青色になって、酸性のものだと赤色になる色素なんですね。アジサイとかは青いアジサイもあるし、紫色のアジサイもあるし、赤いアジサイもあると思うんですけど、土が酸性かアルカリ性かでお花の色が変わったりするんです。で桜の色ですよ。桜の色見てください、まさにこちらです。ということで桜の花の色がピンク色なのはアントシアニンね。さあ今から枝を切って煮詰めてアントシアニン抽出してみましょう。枝を切っていきましょう。硬そうだな。硬、無理じゃん。硬、あ、無理だな。無理だな。じゃあちょっとね、枝が切れましたので煮詰めていきましょう。断面見てください。全然ピンク色じゃない。本当にこれでピンク色になるんでしょうか。なんのかな。ちなみにですね、これ温めてますが、これ新作のね桜のビーカーになっております。ちょうどこれがピンク色になれば、桜色に染まったビーカーの柄がよりね際立つという商品になっております。しかもねこれね、フェキソフェナジンの行動式が入ってまして、これはね花粉の薬アレグラの成分です。このねフェキソフェナジンの行動式かっこいいので、フェキソフェナジンと桜でビーカーを作りました。全然ピンク色になる気配ないですね。やっぱり酸性にしなくちゃいけないんですかね。酢入れてみるか。入れますよ、酢。変わんないですね。桜の枝染めっていうことでね、ピンク色に染め物を作るのがねあるらしいので、これでね白い布が染まるかどうかもやっておきましょうか。入れておきましょう。染まるのかな、黄色だけど。10分経ちましたが色は変化しておりません。もうちょっと細いところの枝をね同時にやってみたんですけど、やっぱり黄色、色も染まってないし、これだったら黄色に染まる、あれ、え、あ、これだったら黄色に染まる、あれ、え、あ、ちょっとピンク色になった。実はこれさっきねお酢入れてたんで、お酢を入れると酸性で色が変わるってことですね。一瞬変わってまた黄色に戻ってきちゃったけど、でもちょっとピンク色になったんだよ。わかりましたか皆さん。花に近いところの方がピンク色の色素出るんじゃないかなってことで、ちょっと細い枝も切って同時にちょっと煮詰めてみましょうか。やっぱり黄色ですかね。ちょっと取り出してみますか。1時間くらい煮続けていたのかな。黄色だね。桜のいい香りがしております。このまま飲んでも美味しそうなお茶な感じもしてます。もう枝はお茶にしないか。
酸を入れたらもしかしたらピンク色に変わるかもしれない。クエン酸入れて変わるかやってみましょうか。入れますよ。ピンク色になるか。ほんのり変わった。さっきの黄色よりはオレンジっぽくなってる気がしますね。でもやっぱり桜の鮮やかなピンク色にはちょっと遠い気がします。なんか花のね種類にもよったりするみたいなので、他の枝でも試してみましょうか。後日試してみようと思います。ということでね、違う種類の桜を手に入れましたので、これで実験してみましょう。桜によってね、薄いピンクでほぼ白みたいな桜の花が咲く時もあれば、すごい濃いピンクの場合もありますからね。そういうので違うんでしょうか。ちょっとじゃあこれをこの桜と花粉症のビーカーの中で煮詰めていきましょう。おお、すごい、めちゃくちゃピンク色になりましたよね。だから煮詰めて煮詰めて濃くしていくとピンク色だということですね。ということでね、桜はね花がピンク色なんですけど、木全体でピンク色を作っているということですね。アントシアニンという色素がありまして、桜はね酸性に傾いているのでピンク色になるということだったんですね。はい、なのでね、これからね桜楽しめる季節かと思いますが、あの色素実は紫色なんだよ、アントシアニンという色素なんだよって、桜の中にねいっぱい化学があるんだよみたいなところね感じながら見ていただければと思います。ということでね、これからもね生物とか植物に関する実験もやっていきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。あと Twitter、TikTok、Instagram でもねこういうような途中経過の画像とか映像をね載せてますので、ぜひ登録お願いします。